もしもし。もしもし、すいません。どうしたん？マジすいません。どうしたん？お金返せるの？なんかちょっと。何？なんか。誰？ある人もいるらしいです。何？なんか一本。はい。はい。聞こえる？うん、聞こえる。はい。うちやけど、前あの突した突っていうかあのコラボ突したもんだけど。あ、はいはい。うん、あのさ、こいつどうにかなんね、なんかおかしいこと言ってんだけどよ。なんて言ってたの？なんて言ってたの？言ってみろよ。はい、このこまい。いや、俺に振らんで、お前が言ってんじゃないかね。そういう時にお前俺に振るなよ、ボーイ。いや、私はナーボーのこと悪く言ってないからな。いや、違う、違くて、ちょっと待って、落ち着け。おい、メス、あの、狛江がおかしなこと言ってんのに、おかしなこと言ってるやつに説明させようとしないで。自分の口で説明して。だからね、うん、なんか、ムカつくんだけど、うん、だって、あの、ななちゃんから知ったんだよ、狛江って。はい。だから、初見なんだけど、はい、暇だったから上がったんだよ。はい。ね、いつもナーボーの赤をいつも見てんだよ、ね。あ、はい、ありがとうございます。入ってるから。あ、はい、ありがとうございます。だから普通、うん、あ、どうもありがとうございます。でもこの人がね、なんかね、すごい喧嘩を売ってきてんだけど、どうしたらいいんですか。マジっすか。わかんないんだけど、なんか、うん、許せないね。え、じゃあ俺のリスナーに狛江が喧嘩ふっかけてるってことね。そうだよ、そういうことだ。そう、俺はお前のリスナーだって、お前は俺のリスナーってことね。あ、そうだよ。おー、狛江。何こいつ。狛江、お前何やってんの。まだ T で、ほら、あの、ちゃんとアカウントして、後で行くからさ。狛江。お前、俺にさ、金も返さないで、お前さ、何やってんの。うちのリスナーに。それも言ったんだよ、私。だからな、ナオボに金返したのかって言ったら、知らねえよ、みたいなこと言ったから。知らねえじゃねえよ、おめえも。あ、狛江、はい、知らねえじゃねえ、お前いつ返すんだよ金。6月中に絶対返します。返そうと思ってねえじゃん。絶対返します。そう、お前誰のリスナーにさ手つけてんだよ、この野郎。私初見で上がってきたんだよ。いや、初見でしょ。これ知ったんだよ、モンドリちゃんで。うん、さすがに。で上がったの。めちゃくちゃ怒られたの。怖いんだけど、助けて。それどんな感じで言われたの？なんか、めちゃくちゃボロクソ言われたけど。マジで？さすがに気づきませんでした。だってナーボーさんが配信してるのに、うん、ナーボーのリスナーってさ、あ、今言われて、うん、さっきチラって言ってたんですけど、ナーボー配信したんだって言ってた人が、で今になってナーボーのリスナーって知ってるからって言ったんだ。じゃあそれ俺のリスナーじゃねえな。私はそれ俺のリスナーじゃねえな、狛江。よし、じゃあ私はナーボーが配信してるからって知ったんだよ。おい、ババア、俺のリスナーなのになんで俺の放送見ねえで狛江にコラボ上がってんだよ。それもう俺のリスナーじゃねえな、お前。おい、ババア。なんでよ、ナーボー。うるせえや、ババア、お前、この野郎。いや、話変わってんだよ、お前のせいで。なんでだよ。じゃあ、俺のリスナーなのに、なんで俺のリスナーで、俺の放送視聴してねえんだよ。いつも聞いてるよ。いや、寝るときにいつも聞いてるけど、今聞いてないで、狛江のところに突然上がってたんでしょ。俺のリスナーじゃないじゃん。お前言ったよな、俺のリスナーって。返してね、カレーを返せよっていうことを言いたかったからよ。お前が言うことじゃねえだろ。俺が言うことだろ、それは。なんでおめえがいちいち狛江に言ってんだよ、カス。お前関係ねえだろ、俺の金なんだから。ごめん。違います、ナオさん。もう一つあります。何？小町かわいい、バファリンリスナー、ナナちゃんリスナーで、後から最終的に最後に出てきたのがナーボーリスナーっていう盾をつけました。以上です。お前さ、もともと違うんだよ。お前さ、小町ふざけるんだよ、てめえ。舐めてんのか。もともとようちな、アカウント変える前にな。なんだよこいつ。
誰私みたいな感じ言ってたけど、誰かわかんないんだけど、うちだいけどみたいな感じ言ってたけど、誰患者、あーそういう系なのね。ぶっ飛んでんなー。あちしアル中のババアなんだ。大変だな、脱走してんじゃん。ゆうせいくん放送しない今日。ゆうせいのせいだなこれ。三浦ゆうせいのところの患者でしょ。三浦ゆうせいのせいだなこれ。あ、今日休み？ちゃんと鍵かけとけよ、病室に。なあ、ゆうせいくんさ、なんかそういうところさ、鍵かけないよね。そう、鍵かけて、なんか休めよな。そう、すぐ脱走すんだから。鍵かけないで、そのままクリニックお休みしちゃうから、みんな脱走しちゃうんだよね。そう、戸締まりしねえから、あの男。鍵かけとけよな。